それではこの最後の動画ではですね、一番最後のこの4分21秒のところからのフレーズをやってみたいと思います。正直この辺はですね、この2段目の19から始まるフレーズが怪しいです。というか自分でも何やってるかよく分かってないです。かなり手癖で言ってるんで、まず最初にこのテーマを弾いて、で、ディミニッシュでスイープして、そう。で、ここの19からひたすら、この予言の16フレットに解決し、ここで止まろうと思ってたぐらいで、なんかよく覚えてるというか、あんま考えてなかったんですけども、適当に、なんか指を動かすような感じです。でも、譜面で書くときに結構適当ですとか書けないんで、なんとなくフレーズを書きましたけれども、結構これ嘘です。なんで、あまり真面目に練習しなくてもいいかもしれません。本当はね、16分音符で、みたいな感じのフレーズをやろうと思ったんですけれども、これがどれぐらい難しかったんで、できなかったんですよ。なんで、なんとなくごまかしてしまいました。すいません。でもここのフレーズですね、ピックアップしてほしいのは、この3段目の16フレーズですね、ここはもう、ポール・ギルバート並みにかっちり弾いてやろうと思って、すげえ練習しました。ここから、っていうフレーズですね。もう、ここをですね、練習してほしいがために、今回の動画を作成したようなものなんですけども、実は、この16分音符のフレーズ、一番最初の1本目の動画でも言ってたようにね、テンポ200でね、この16分音符を弾くってこともすげえ、もうこれ自体が難しいんですけども、これをフルピッキングで弾かなきゃいけないっていうのがね、なかなか根性でございまして、で、やったできた頑張ったみたいな感じになってもね、この地味な感じ、すごい地味っすよね。派手さに全く欠ける感じ。ちょっとこう、スイープとかした方が派手なんじゃねえかみたいな。けど難易度としてはこっちの方が上みたいな。この地味なところですね、皆さんにですね、伝えたくて、ここが一番苦労してるんだぜ、俺っていうのを言いたくて、この動画を作成したようなものなんですけども、実はね。なんで、ぜひともこのフレーズだけでも練習してもらえるかなという感じです。ポイントは本当にもう最初はゆっくりゆっくり。もうね、テンポを、メトロノームと合わせてぜひやってほしいんですけれども、例えばテンポが、これ200ですけども、最初は140とかから、もっと遅くてもいいです。120とかでもいいです。120とか140、これは140。で、練習して、で、このテンポをどんどん上げていって、次こう180にしてみよう。180で、で、180ができるようになったら200にレッドライって、地味にこれすげえやりました。できねえ。あんなに頑張ったのに。すいません、できませんでした。頑張って練習します。っていうような感じで、アウトロ弾いてたような感じです。いやー、なんか中途半端な感じになってしまいましたね。もうもっとバッチリ弾いてやろうと思ったんですけども、まあ、私のギターレベルなんでそんなもんですよ。大したことなくて申し訳ないです。私よりも上手い人はたくさんいるけれども、練習しますんで勘弁してくださいということです。まあ、こちらのカノンロックの譜面、興味がある方はぜひダウンロードしてですね、プリントアウトして練習してもらえたらなというような感じです。テンポ200が目標でございます。まあ、200到達するのは結構至難の技だと思うんですけども、テンポを落として、徐々にゆっくり、徐々にゆっくり、そしてだんだん速く、地味にやっていってもらえればなと、すごく嬉しい限りでございます。で、このアウトロのね、もう後半のコースですよね、あそこのところはもう実は何にも決めてなくて、もう毎回毎回違うフレーズ弾こうと思って、イングベイみたいなことしたかったんですよ、正直。イングベイさん、よくこうね、DVD とか見るとさ、曲終わった後になんかすごくこう、長ったらしく、とか言っちゃいけないか。まあ、すごくのこう長くこう、ね、ひたすらソロを弾き続けるじゃないですか。あんな感じでやろうと思ったんですけど、意外とかっこよくできるやつでですね、いや、かっこいいっていくは本当はあったんですよ。
いくつかですね、あ、このテイクはええわっていうのがね、そのアウトロのとこだけね、アウトロのとこだけすごいええわっていうテイクがあったんですけども、あのテイクはですね、あんまかっこよくなかったんですよね。あそこだけちょっと名残惜しい、特に名残惜しい。あそこが減点高いですね。なんでそこの最後のアウトロのとこはあんまり解説ができませんけれども、皆さんもインプロビゼーションでやっていきましょう。というわけで、長くなりましたが、カノンロックの解説動画、こちらで終わりでございます。最後までありがとうございました。また何か気になることがあったらコメントください。よろしくお願いします。さようなら。